武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは愛媛大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学は大問が10個あり、でこれが学部学科ごとに指名される形となっております。で、教育農学部、工学部の社会デザイン、に関しては時間100分で大問が4題、そして理学部、医学部、工学部の社会デザイン以外は大問5題で120分という形となっております。ではまずその100分の大問4題の学部学科について話していきたいと思いますが、こちらはまあ数学 1A、2B の範囲からの出題という形になっています。で、まあ、問題の難易度としてはですね、オール記述形式で、まあ、難易度は基礎から標準的な問題、まあ、日大レベルからマージレベル程度の難易度とはなっております。まあ、地方国公立難易度ですね。なので、センター数学終わってる時点で考えると、まあ、記述とあとはセンターではなかなか出ない証明問題なり、あとはそのグラフなどを書くような問題ですね、これらが出てくる可能性が高いので、やはり国公立標準問題集キャンパスなど使って記述論述の練習をしておいた方がいいでしょう。で、問題そのものは割と典型問題というか、見た瞬間ある程度解き方が分かる問題は多いかとは思いますので、これをあとは回答まで持っていける力があるかどうかという形になります。で、証明問題は大体毎年1台は出ます。また証問集合が出るので、範囲を特定して対策するのが少し難しくなってます。なので全体的に、まあ、苦手分野なく、網羅できるように練習するよう心がけましょう。では続いて、理学部、医学部、工学部の社会デザイン以外、まあ、つまり、大問5題120分の方ですね、こちらが、数3まで入る形となっていますが、理学部、工学部、と、まあ、医学部で分かれており、まあ、ただ問題は、まあ、年度にもよるんですが、大問3つか4つは5つのうちですね、共通なので、医学部、医学科だけ突出して難しいということは別にない、構成となっており、まあ、理系の、まあ、3が入る分、やはりそのちょっと難易度は文系の 1A、2B よりは高めにはなりますが、とはいってもこちらも、まあ、マーチレベル、国公立標準問題集、キャンパスなどが、できていれば十分対応できる難易度とはなっています。ただ、医学部、医学科に関しては、この難易度であれば、おそらく、まあ、ほとんどの人が完答できるレベル、まあ、ミスらなければ大抵はいけるだろうという難易度、になっていますので、このレベルで対応しようと思うと、まあ、余裕があればできれば、まあ、例えば総計レベルに手を出すか、もしくはマーチレベルの参考書をもう一冊やっておくなどして、ちょっとその手厚くやっておいた方がいいかなと思います。で、どれも記述、論述、全て必要がある問題とはなってますので、やはり論述力は非常に重要となってます。で、グラフ問題や証明問題、論述力必要なものが基本的に出やすくはなっておりますので、普段の問題を解くときから、しっかり記述で書けるかなってことを意識して、解くように心がけてください。以上が数学の勉強となります。